チェリーの持ち娘やっていきます。どうもアザラシです。クターのゲームはまだ終わってなかったんですね。フラッシュが終わっただけ。まだフラッシュ以外のね、 WebGL のスタイルのやつはまだできるっていうことでね、まだ残ってるやつやっていくよ。まあまずあらすじから読んでいきましょう。でこれあらすじに似せたいんだけど、でかくてね、画面がでかくて、ちょっと見えるかな、見えるか、よし見えるな。笑っているのか泣いているのかさっぱりわからないが、お正月に食べる餅を買いすぎちゃって困っている驚異の無表情キャラチェリー。お餅の食べ過ぎで見た発明は、なんと餅スーツに身を包み餅でできた断層の中を探検するという夢だった。お餅のようにしなやかにみょーんと伸びるスーツを着て、テクノ餅断層の奥まで探検しようということなんですね。丸い悪夢のような初夢を見ているチェリー。っていうかそれこれあれじゃないかな、あれじゃないかなって思うけど、言っちゃダメ。うん、言っちゃいけん。チェリーだからね、クターじゃないからね。ね、クターのシャシャシャ。えい、やっていきましょう。おもむろにやっていきましょう。小せえ。小せえ。ちょっと待って、操作がわからん。キーボードの上もしくは左クリックで上昇、キーボードの下もしくは右クリックで終了。右クリックで、下。あーはーん、キーボードの方がいいかな。どちらかというとキーボードかな。小せえ。どういう小ささなんこれは。わからん。なんなんこの、この雪だるまみたいなのもわからん。てっきりそのクターの尺取りかなと思ったけど違うね。チェリーはまだ別のスタイル、別の形を見せてきてるね。そんなに難しくはないかな、キーボードでやる限りは。うん、マウスをコントロール、なは。おお、よかった、びっくりした。なんだこれ、いきなり画面が変わって。クター何クターなのこれは。こいつは何クターなの。灼熱のマグマの中を突き進む、これは何クターなの。いやちょっとゲーム性がどうなんだこれは。誰あなたは誰、これは何、ドリルなの。いろいろなことがわからないまあ、あくまでもクターじゃなくてチェリーの持ち娘だからね。今ネイビーがいたね。結構操作がなんかこの歓声がつく、歓声が下がるとすると、押し続けるとぐんと下がっていって、ぐぐぐんと下がっていって、これ何位ぐらいいけたらいいのかな、それもわからんのよね。昔のフラッシュスタイルだったらランキング出てきたんだけど、これが何位ぐらいのかよくわかんないんだよね。ひぃ、早い。ほい。断層っつってたけどさ、言うほど断層か、これただの洞窟を行ってるだけじゃないかな。だんだんちょっと目がこの速さについていけなくなってきて、あーなるほどね。上のところのね、ギリでかわそうと思ったんだけどね。ははっ。ああ、ここはあれないね。下の方にね、コツみたいなのあるかなと。コツないね。あ、そうだ、見せておきましょう。今のクターの画面、こうなりました。ちょっと見にくいな。これだな。これ今全体の画面ですね。クター、今こんな感じになってます。だいぶスッキリしましたね。ここがもうね、100とか、100、130近くあったんでね。ここが非常にスッキリしましたね。うん。
ちょっとアザラシついでにお聞きしとこう。はい。はい。ということでね、こんな感じで、こんな感じで、トップ紙になっております。残ってるのはね、クターのソーダボール3と、クターのミニスキー、クターの QXX と、クターのワカサギとドリームダッシュぐらいですかね。でクターのソーダボール多分ね、できない、できませんね。だってまだデルデルマシンで出してないものっていう。デルデルマシンまだできるんだな。このデルデルマシーンでクタのソーダボールを出すまで俺は永遠にソーダボールの罠に取り憑かれ続けるのだろうか。わからない。何もわからない。あ、で、一応ランキング出ますね。もちろんクリアすればランキングがわかるっていう感じですね。こっちの画面から確認すると。そういうことっすね。FU5 が1。あ、3位に村上亮太いますね。ちょっとわかりにくいかなこのランキングの見方は、というふうな気もしますけども。どうでしょうかね。ST ホワイト。バハオクスかな。みんなカラフルじゃないの。そしてその中で22。ちょっとなんか、22。親瓶と並んで、お、親瓶と並んでる。俺だけだよ、このランキング見て楽しいんだよな。視聴者と置いてけぼり。で、今ね、クタのトップ画面こんな風になってます。クタの、年末にやっていたファイナルフラッシュ、これまだできるそうですね。クタの絵文字発売中ということでね。どこで使うんでしょうか ?LINE かな多分 LINE かな。これ使ってるやつ見たことないよ。多分な。でも買おう。そのうち買おう。で、そうですね。まあ、クタク、いろいろだな。いろいろこの上の画面で見れるな。ウクターワンダホー、アプリストアで、アップルストアでやってる、配信中だそうなので、興味のある人は見てあげてください。それから、明けましておめでとうございます。クターの、トップの画面で、明けましておめでとうございますの短いあれが公開されておりますね。今年も、ちょっと小さいんだよな。もうちょっと大きくしたいな。明けましておめでとうございます。今年もクターを何卒よろしくお願いいたします。みんな牛の姿してるね。ということで、1月5日はギガ連写、ということで、ギガ連写マガジンの配信日。つまり、毎月恒例の月の絵壁紙公開付きです。公開中ですよと。月の絵ってどこにあるんだろう。月の絵。その、1月のクター絵みたいなのがあるんですけどね。ちょっとわかんないですね。1月のギガレアは、今年の絵とは牛ってことで、牛。猛牛、乳牛、ジャージー牛トリオのつなぎを着たクターさんたちがテクノホールのセンターでダンシング。詳しくはギガレンシャマガジン読んでみてね。購読は無料だよっていうことだよね。ギガレンシャマガジンは確か、メールマガ登録しないといけないんでね。いないとわかりません。わかりません。それぐらい登録して紹介してもいいんですけど、それはね、そこは中身は見せられないよ。ねえ。ぜひ自分で登録して受け取ってください。牛のギガレアをね。1月のギガレアが神々を見てください。で、トリオのつなぎを着た、まあ、これ読んだか。で、さらに今月からクターのアプリ、クターワンダホーでもギガ連写マガジンが読めるようになりました。アプリホームメニューのウェブコンテンツから読むことができますよ。アプリ本体のダウンロードとウェブコンテンツは無料なので、ぜひこちらからも読んでみてください。ね。っていうことです。はい。ゆるい、ゆるゆるです。相変わらずゆる、あ、そう、年賀状ですって。これ素敵じゃないの。これ素敵じゃないの。ギガ連写の年賀状、ありがとうございましたって1月8日に。ね。公開されてますね。これ猫じゃねえかな。これ猫に見えるんだが。これ猫じゃないかな。猫じゃないかこれは。これ猫じゃないかな。舐めとる。人の年賀状を何だと思っとるんだ。人が送った年賀状を猫に踏ませとる。猫の下敷きになっとる。そしてこの猫の顔。何をアピールしたいのか。猫をアピールしたいのか。ギガ連写さん。わからない。何もわからない。でも、ありだと思う。この一枚。思わず突っ込みたくなる一枚。初め見たときこれ何か分かんなかったもん。なんか白くボケてんのかなと思った。猫じゃん、よく見たら。はい。皆様の年賀状届いております。クターさんとギガメンバーでありがたく配読させていただきました。ありがとうございました。近日中に年賀状を送っていただいた皆様へお返事が届く予定です。写真をいただいた年賀状の一部なのですが、
一部なのですが、机に広げたら、広報君にぐちゃぐちゃにされちゃいました。なんとでもやりようがあっただろ。送った人たちがいるのがまずびっくりですけどね。そしてコアのクターファンたちが未だにいるっていうのね。すごいね。この世界はまだ、この世界はまだ異質なワールドが展開されている。まあ、この後も、この後もね、クターのゲームをちょっと続けてはいきますのでね。まあ、興味がある人は見てください。クターは永遠に不滅ですね。4連射はまだまだ元気そうです。ということで、ほなまた。